出た、稲妻イレブンスリーの新機能、必殺タクティクス。これが俺たちのボックスロックディフェンス。お前たちに抜け出すことは不可能だ。あれはただの戦術ではありません。まるで必殺技、まさに必殺タクティクスです。雷門中で津波は感じた箱の中に入れられている感じとはこれのことか。お、来たメガロドン。これシンプルでかっこいいよな。すごいなんかベイブレードの必殺技でありそう。え、マジ先生決められちゃったけど、こんな簡単に1点取られるなんて監督の言う通りだわ。世界のレベルはすごい。出番が早まりそうだな。今のはチーム練習をしていれば防げたかもしれない。監督が練習禁止しなければ。でもまだまだ試合は始まったばかりです。さあこちらのキックオフですよ。さあまず先生決められたんです。まだある。はっ、甘いな。みんなボックスロックディフェンスだ。くっ、またか。あれにはドリブルもパスも通じないのに。どうすれば。まだ気づかないのか。箱の鍵はお前たちの中にある。何、キラーンってキーブレード出す。俺たちキーブレード使えるの、もしかして。箱の鍵、そう、まるで箱の中に入れられちまったみたいな感じだ。むむむ、箱4枚の壁。そうか、みんなボックスロックディフェンスを自分の部屋だとイメージするんだ。なんかやだな、なんか汚い。俺の部屋今汚いからなんかあんまイメージしたくない。ボックスロックは4枚の壁。部屋の中での特訓を思い出せ。つまりこういうことだ。にや、お、ダンシンボールエスケープ、ここで発動すんのか。やったー、ボックスロックディフェンスを打ち崩したぞ。かなり早かったね。まさか監督が練習禁止したのはこのために。部屋を敵のディフェンスを見立て攻略法を見つけさせるためだったのか。なかなか面白い監督だ。昨日絶対思ったの。俺も思ったもん今。この監督できる。俺も思ったんだから木戸くんも思わないわけないよね。取れよお前、せっかくボール奪ったんだから。木戸くん、ダンシンボールエスケープ使ったんだからさ。さあ行こうぜ、ゴーエンジ爆熱スクリューかますぜ。これが新必殺技、爆熱スクリュー。いや、いいね。で、俺爆熱スクリューよりストームの方がなんか強そうに見えるんだけど。では、グレートバリアリリーフ、かい使ってきたね敵も。ナイスュー。これで追いつくと、ゴーエンジの新必殺技で追いつくと。いや、やっぱりね、宿所だっけ、寝泊まりしてる前で急に爆熱ストームを、爆熱スクリューか、爆熱スクリューを覚えましたってテキスト出てもやっぱあんま迫力ねえからさ、こういう試合の中でせめてゴーエンジは爆熱スクリューを覚えたっていうテキストもう一回出してほしかったね。うん、じゃあフビ君行きましょうか。俺さ思うんだけど、俺ウルフレジェンドよりエターナルブリザード派なんだよね。こっち使うわ。エターナルブリザード発動する前の吹き荒れろっていうの好きです。ということでエターナルブリザード V2。 お、まだ使えるか、グレートバリアリーフ。やっぱさ、アレスオリオン編ではこの貝とか技進化がなかったからね、止められた。やっぱこの技進化あるよ、いいのね。あるよいいよね。なんか言葉が今ぐちゃぐちゃだったけど、取れそうだったな今これ。キドくん、ナイスキドくん。で、相手タクティクス使われたのでこっちも使いましょう。ダンシングボールエスケープ、負け取るやないかい、負け取るやないかい。普通にどっちもな。お、フォトンフラッシュ、これヒーローとのフォトンフラッシュマジで強い、有能だね。前線でブロック技覚えてんの本当に。ピカーン、フォトンフラッシュと太陽拳、ドラゴンボールのフォトン、うん、ドラゴンボールのフォトンフラッシュじゃない、稲妻イレブンのフォトンフラッシュとドラゴンボールの太陽拳は、まあ似てるもの、兄弟技と言われてる技だから。